ズベヌイーホロドは、ウクライナリビウ州プストムイティウシク地区の村落である。また、ズベヌイーホロドと、ショロムイニ、フルイニウ、ビドヌイクイ、交通流の5村からなる、ズベヌイーホロド村評議会の構成自治体でもある。中世には都市であり、資料上の最初の研究は1087年である。研究者の何人かは、ズベヌイーホロドは1000年頃に、ブジャーネ族の移住によって建設されたとみなしている。 都市として、ズベヌイーホロードが最初に研究されるのは、一ッパーチー年代記においてであり、それによれば、1087年に、ヤロポルク・イジャスラビチが、亡命先のポーランドからズベヌイーホロードに帰国しようと、した、と記述されている。ただし、ラブレンチー年代記はこの出来事を1086年の、こととしている。この時期においては、ズベヌイーホロードは要塞化された都市であり、西粒子における、 戦略上の重要拠点であった。12世紀には、ズベヌイーホロドは、ズベニゴロド公ウラジーミルの統治のもとに前世紀を迎えた。ズベヌイーホロドは、ズベニゴロド公国の首都となっていた。ウラジーミルは、南西、ルーシの諸公国を統合し、1141年に、自国の首都をガーリチに移した。1144年と1146年には、 キエフ大公フセボロド2世の攻撃を受けたが、2回とも、陥落を防いでいる。また、12世紀の白樺文書が3編発見されている。ただし首都がガーリ地に移ったことによって、ズベヌイーホロドの果たす役割は減少した。さらに1241年には、モンゴルのルーシ進行により、被害を受け、加えて付近に建設されたリビウが急速に発展したこともあり。 かつての居住地としての価値は失われた。その後、1340年から1772年までの間は、ポーランド王国のルーシ県の一部となっていた。また行政区分としては、15世紀から村として位置づけられていた。創立900年の記念碑、国本哲夫、ロシア現象年代記、P229。1、2、3、 ありがとうございます。